people. さあ、ティップオフ。最初のポゼッションは渋谷です。スターティングファイブに戻ってきました。左に振ってハレルソンのスリーポイント。まあ、高い位置からの激しいプレッシングがストロングであります。渋谷。さあ、デンドラメ。自ら行きます。広島はリーグワースト3位、渋谷はリーグワースト2位というスタッツが出ています。マカドゥ落ちましたが拾ってしまいました。さあ、この時間帯ゲームをコントロールするのが16番の渡辺ハレルソン。正面からのスリーポイント、今日2本目ハレルソン。どちらも高い水準、ハレルソン2ポイント来ました。いやー、今日はハレルソンの日になるかどうか。さあ、拾った渋谷です。さあ、元祖セクシー森真、マカドゥ、マカドゥが来た、中終わった、マカドゥ。広島4番青木、パーソナルファール2つ目、チームファール5つ目。青木の個人ファールです。残りは5秒。これは難しいか、高い位置で奪った、これが渋谷の戦い方。さあ、縦に速い寺島、寺島が行った、ギアチェンジ、上からハレルソン。パスを使って右から渡辺マカドゥとつないで、マカドゥ強引に行きます、強引に行きます。引きつけて田渡りが来た、マカドゥとのコンビネーション、スルスルっと入って使ってマカドゥ、このコンビネーションです。いやー、綺麗でしたね、やっぱり。いや、そうですね、さあ、ベンドラメが行く、ベンドラメから、さあ、外浮かしました、広瀬のスリーポイント。さあ、変わって攻撃、広島、トーマス・ケネディ、メインを合わない、ターンオーバーが続く。さあ、奪った渋谷、関野から広瀬、つないでマカドゥ。下を通してマカドゥとのパス交換です。マカドゥ、マカドゥが行く、止まらない。クニュー、さあ、クニュー、渡辺とのマッチアップです。2枚来た、ダブルチーム奪った。 ここですよね、これが渋谷の守備。最後は関野です。ターンオーバーが続いています。高橋が入ってきた、高橋のショットは決まりました。点差広げた渋谷。今なかなかこう渋谷のディフェンスが効いてきてますよね、高い位置からのそのハイプレスにしっかりと。ニックメイヨ対マカドゥです。下、ゴール下はエチェニケ、ハレルソンとのマッチアップ。反転からエチェニケがいった、もう一度エチェニケ、ハレルソンもいく、譲りません、ハレルソン。このゲーム始まるまで 48.9%、 かなり高いですね。おー、ここ素晴らしい。ただ最後はマカドゥです。そして3といえばもちろん広島、代名詞。おーっと、手につかなかった、辻。これは辻にしては珍しいシーンです。さあ、柔らかいタッチから高橋、そして田渡りのスリーポイント。今日も来ました、田渡り。さあ、11点差です。下が空いてました、マカドゥ。そうですね、やはりこう渋谷にリズム取らせたくないですよね。自分たちが仕掛けたゾーンディフェンスだったので、こういった簡単なミスはちょっと広島としては気をつけたいところですよね。そうですね。さあ、狙った獲物は逃さない、この1番の関野。スルスルっと剥がした寺島から TK、 CJ とつないだ、反転から CJ 行く、ハレルソンのブロックです。上から行きましたね。やはり簡単には攻めれないですよね。そうですね。さあ、代わって渋谷の攻撃、ベントラメコーナーからスリーポイント、関野が来た。関野は左を使った、広瀬、ベテランシューター広瀬、間を通した、マカドゥ。広瀬、広瀬はレイアップ決めました。ベテランが見せました。さあ、取って取られて広島の攻撃、ジャクソンからここ筋が入ってきたぞ。いいディフェンスですね、いいディフェンス、ナイスディフェンス。そして奪ったと、一旦セットした状態でのオフェンス。さあ、ハレルソン飛ばした、2ポイント、ハレルソン来ました。後半ポイントを重ねるのが寺島です。さあ、ベンドラメ、ベンドラメがいった。いや、うまくマカドゥ選手がブロックして道を作りましたよね。ベンドラメステップ、この後マカドゥ選手がジャクソン選手を背負って道を作るんですよね。そこをよく行きましたよね。いや、3点だけじゃなくもう会場が一気に盛り上がりますよね。ですね、
やっぱそれ肌で感じましたね今ね。それだけ会場も期待してるんでしょうね。ですね。エンドラメ。さあ面白い展開となってきました。広島渋谷のゲームは狙っていますが、入れ替わってマックスいったダンク。身体能力マックスしただけ来ましたダンク。ゴールでこう結ばれるというね。そうですね。非常に気持ちのいい選手です。こっちは CJ が行く。久武が取りました。ジャクソン、さあジャクソン、寺島のレイアップ、久武のブロックです。おそらく得点量産マックス久武、ハリルソンです。決めました。柔らかい辻からエチェニケがずれた。マックス久武が奪った。久武の落ちたがマカルー。こういうターンオーバー気をつけたいですね。はい、奪ってカウンター、マックス久武、そして最後はマカドゥ。ここも2枚でいった、奪った渋谷。これが渋谷スタイル、マックス久武止まりません。マックス取り切って速攻カウンター。ここです。そうですね、この後狙ってるんでしっかりそこをパスミスしないようにしていきたいですよね。ベンドラメがいった、ドライブ使ってバウンズパス、テンポがいい。ハレルソンのスリーが来た。ピタリと来るこの渋谷のディフェンス。おナイスエチェニカ、浅山ラストの試合のシーン、よく守りましたね。粘った渋谷です。寺島がここを見る、クニューが入ってきた。おーターンオーバー、ベンドラメが奪って、ここは決め切るベンドラメ。あー粘る渋谷、ベンドラメ通した、ズバッと取ったマックス久武。高橋マックス久武、ね、いい合わせがありました。折真が行く、華麗なステップバックからのショットは見ものです。正面からスリーポイント来ました。折真、もちろん点差、ゲームの流れを読んでのプレー選択、時間を使いながら攻撃をします。日本人ビッグマン西野、西野はここ落ち着いて決めました。うまくステップ踏みましたね。ラストプレーにおそらくなるでしょう。森田ね、最後ショット落ちます。ここで試合終了です。広島渋谷のゲーム1、渋谷はこれで5連勝達成です。今年の B リーグは渋谷の黄色が彩ります。さあティップオフ、最初のポゼッションは渋谷です。今日がバースデー、ベンドラメレオ、昨日はキレキレドライブを見せました。さあここマカドゥが入ってきた。まずは落ちたところ、エチェニケが粘った、ただ拾って久武、いや早速見せてくれましたね。スピードスター、打点が来た、寺島、あマックス久武、あそこを点につなげたいです。さあ若手とベテランの融合、サンロッカーズ渋谷、渡してマックス久武、今日2本目。ゲームが進むこの立ち上がり、まもなく5分というところになります。さあ入ってきた広瀬のレイアップです。いいですね、いいですね、入れてテクニックを見せた。近いところでエチェニケ、エチェニケはどうかな、ボールロスト、おっとここ逆に広島すぐマカドゥとのパス交換で入ってきた高橋、タフショット、マカドゥが来た、タップで押し込みました。マカドゥ、マックス久武です。そしてまあ派手なプレー連発だったんですけれども、ここマカドゥですね。刃渡りから右コーナー入ってきた森実から、マカドゥはフルーのディフェンス、粘ったマカドゥ、空いています、渡辺。広島やはりもう少しディフェンスをハードについていきたいですよね。もっとタフにいきたいところですか。そうですね、ワンフェイクで剥がされてしまっているので、そこをしっかりついていきたいですね。さあ速攻です、奪ってから速い渋谷、マカドゥ。いやそうですね、ハリルソン選手が離脱してどうなるかなと思ったんですけど、渋谷はディフェンスもオフェンスも強度を落とさずに、まあ、プレーしてます ね。もう基本的にはもうやることは、さあ森実から注目日本人ビッグマン西野、スリー来ました、ビッグマン。さあ今日がお誕生日です。ベッドラメから刃渡り、バースデーショットなるでしょうか。ベッドラメ、マカドゥが行きます。今日も止まらないマカドゥ。寺島引きつけてギアチェンジ、スピードに乗った。あただ渡辺のいい対応、辻です。さ
さあ来るか辻のスリー、おー、タモバ奪った、マカドゥから田渡りパス交換、マカドゥ14番マカドゥスティールから寺島行く、使って青木、あー合わない。さあ逆に次は攻撃で見せることができるか渡辺、シューター田渡り空いてました、マカドゥフェイク入れたのタック、うまかったですね今のフェイクは、うまかった、ピックアンドロール使って逆サイドからゴール下に落としていった、角度を変えてきましたね、ここ飛ばして最後ダンク、田渡りのズバッと縦パスフェイク飛ばしてドン、空中で1回フェイク入れましたからね、うまいな、うまいですね、拾った田渡り、さあ速攻、奪ったら速攻、渋谷スタイル、手を上げる久武、おお田渡り来ました、早いですね本当に、ロッカーズ渋谷残り10秒です、石井がスルスルっと入ってレイアップで沈めました、おここ手を出しましたが、ニックも止めました、マカドゥ、いやスティールがうまいですね、いやさすが海賊王マカドゥがいった、コート素晴らしいスティールでした、いやさすがですね、本当リーグ1位は伊達じゃないですね、スッと手を出し奪ったマカドゥ、ジェームズ・マイク、さあ石井、石井間を割って入った、石井レイアップ、バスケットカウント、うまく間を割っていきましたね、したこのプレー、スルスルと間を割ってフィニッシュ、チームファウル2つ目、うまかったですね今のプレー、うまかったですね、関の渡辺、さあ渡辺、もう一度関野のスリーポイントが来た、選手が森金だとそんなこともコメントを残しています、さあマックス久武出ました、飛びます、マックス久武、このダンクなんですね、そうですね、名誉選手が寄ってきてそこを久武選手に合わせるといった感じで、石井のスリーポイント拾いました、マカドゥ、あ奪った、さあ元祖セクシー森真がいった、引きつけて右から田渡り、そして石井のスリーポイントだ、ここにしますよね、この奪ってからがねスムーズでしたね、なんか広島急にちょっと気が抜けた感じですよね、オフェンスもディフェンスも、ちょっと渋谷からしたら今のは辛いジャッジじゃないかとジェスチャーがありましたが、プレーは進んでいます、お奪った、さあ森ザネ、森ザネかな、ここ石井、マカドゥが来た、繋いで久武、いきなりもうこの音です、ガシャ、いやもう派手なプレーが多いですからね本当ね、マックス久武、要所要所で光る石井、さあラスト25秒下通して、マカドゥ、いい合わせしましたね、止まりません、マカドゥ、広島のスピードスター、そしてポイントゲッターのムーブからの、あーなんか決まらない、ラスト森田ね、おーブザービート、いやノーカウントですね、ノーカウント、あ確認しますか、確認します、久武、あーあもう一度かかった、ね、フリーでオープンでこの辺り、あーそして久武、いやここ最後スリー落ちたんですけれども、もう弾いてマカドゥ決めて、石井のスリーリバウンドはマカドゥ、マカドゥがいきます、そしてのスリーリバウンドタップでどうだ、マカドゥ、マカドゥ、マカドゥ、ここのリバウンドですよね、渋谷マカドゥ選手さすがです、